ちゃん、はい、うん、宮下兄、うん、宮下兄から指令が出まして、社長命令、はいはい、あんま指令とか来ないんですけど、うん、どうしてもどうしてもっていうか、なるほどね、今回のボールを打ってみてくれと。なるほど。でちょっと何かは分からないように線とかいっぱい引いてあるんですけど、うん、とにかくこのボールどっちがいいか、もう感覚感じ、打感、うん、スピン、うん、飛ぶ飛ばないで、どっちがいいかちょっとやってみて。わかりました。なんかちょっと違うらしい、ね、青文字とグレー文字、ね、とりあえず私最初青で、じゅんちゃんグレ ー打ってみたいと思います。はい、熱い、お願いします。後半も頑張っていこう。ナイスショー。え、特に打感どうだろう、ちょっとピュンって感じ、なんか早い、初速早いかも、うん、なんか CGR さっき前使ってたけど、お願いします。お願いします。あ、やばい、なくなっちゃった。あれ、まあ、そうですね、行きなさい。入った止まりは今日だから、こちらでも横からでも、横からでいいです。横からだ。すっごい左向いてるように見える。うん、じゃあ右向いたよ。こうですね。うん、ナイス。あそこバンカー、バンカーか、なんか硬いかもボールが、うん、いや、なんか私もそんな気がするんだよね。すごい硬い、あ、当たった感じでしょ、うん、打感は硬そうな気がする。硬いから飛ぶのかな、なんか捕まってる感が、なんていうの、離れるの早い、球離れが、うん、多分私の方が硬くないかも。そうだ、うん、なんかさ、あとさ、アイアンはちょっと硬くないかも。なんかドライバー打った時の方が弾きがいいというか、なんか前に硬いマンボーンって出てく感じはあったかな。ありゃ、ラスタ、ラスタ、ラスタ、軽い気がする。なんかさ、そんなことあんのかな。でもこう、でもさ、自分のボール持った時にさ、重く感じる、なんか重く感じ、そうでもないのかな、気のせい。こっちが軽い、やっぱり、おお、ちょっと軽いかも、確かに、かもね、うん、わかんない、かも、実際はちょっとわかんない、うん。いや、でも飛んでる、飛ぶね、なんか、うん、なんかさ、午前中より当たりはそんなに良くないのに飛んでる気がする、飛んでる気がする。あ、ミスっても当たるかった、 OK。 1回目の方がでも当たり良かったかな、右向かない、良いよ、良いよね、うん、いい、硬い、なんか、なんか硬い音だったね、今のは。飛ばないかも、飛ばないかも、もしかして、なんかスカスカな感じする、うん、中が、なんかスカスカな感じがします、中身が、2回言いました。うわー、超えた、まただ。これの方が大丈夫。大丈夫。全く問題ない。
ません。うまい、うん、ナイスショー、オッケー、ちょい手前、もうちょっと行っておきたい。いやでもね、やっぱちょっと右向いてない？ちょっとやっぱ右向いてるね。抜けません、ちゃんと。こんぐらい？あー、わかんない、スタンスが取れないです。あ、めっちゃ飛ぶやん。70いけるね。ナイス、いいクラブ、いいクラブですね。いいクラブです。なんか今までのショットと違うね。てかクラブって大事だ。そうね、本当にあのこうやって機器とかクラブに頼っていくの大事です。皆さん本当こうね、いろんな機械をね、いろんな道具とか頼ってスコアはね良くなっていきましょう。はい、スイングももちろんですが、はい、いいよ、強気、はー、惜しい、オッケー、ナイスパー、ありがとうございます。おー、ナイス、おお、バーディー、これだね、ナイスバーディー、戻ったよ、またいいじゃない、ホールインワン、ホールインワン、軽いっていうのが、うぅ、なんか怖い自分がこんな、やばい、誰か乗り移ってるかも、ね、早くあれでマイナスにして、はい、ちょっと頑張ります。やっぱちょっと飛ばない、なんかね、当たった感じがあれって感じだよね。だってあんなに行くと思ってなかった、今触れたのかなみたいな。こっちの方がでも当たった感じ重いかも、やっぱり。そうだよね、うん、まっすぐ抜けてる、うん、でももし手こねたら左飛んでくだろうなって感じ。 なんだろう、ちょっと左向きすぎかも、こっち向きすぎ、うん、ちょっとね、うん、うん、よいよいよい、いきます、いい、ちょい手前、なんだろうね、どう、打感どう、嫌いどっちも嫌いかな、あのボールの打感が、じゅんちゃんには合いません。うまいよ、もう今日はずっといまいちです。連続バーディー、連続バーディーとなるか、あんまりあれよ、狙いすぎてキューンってなんないのね、こういう時、こういう時あるから、強気になっちゃうから。よい、あ、行ってくれ、あ、惜しい、よかったけどな、惜しいね、ナイスパー。結構意外に最後曲がっちゃった系だね、曲がない、多分打った感じは軽かったよ、アイアンで打った感じは軽い、その純ちゃんの空洞感みたいなのを確かに感じたんですね。ありうまい、パターはこっちの方がいいな。元気、ありがとうございます。なぜ？あのバンカー方向に打ち出すね。ちょうど右ぐらいが希望。はい。そうね。これは、あー、でも、あ、でもやっぱこうやって開いてるもんね。なんて。バンカーに足だったらもうこうだね。
どう？いける。ナイスー。そこじゃない？そこ。そこ。ちょ、まっすぐ。完璧です。やっぱあれじゃん、スタンスと打ち抜く方向両方やった方がイメージ湧くね、うん、いいね。完璧。あー、ちょっと抜けた。でも届け。たー、多分ちょい右に出るからこれ、うん、いいよ。今のじゃん。今のです。今のでしょ。今のだよね。ずっとこう落ちてこないやつ。落ちてこないやつ。今よかったわ。やっぱ大きいね。やっぱちゃんと打てれば大きい。スタンスが取れない青木です。あの日以来私はマルマンのケースウェッジをものにしています。いや本当ちょっとアプローチ好きになってるからね。いや本当すごい進化だと思う。これは今はねクラブが進化してるので、皆さんもぜひ自分に合うクラブを選んでください。下入りました。どんまい。まあいいけど。切れたね。切れないって言ったのに。ダメだこりゃ。オッケー。ほんとまっすぐだったね。じゃあちょっと一緒にやっちゃったね。うん、打つ瞬間に。はい、ゆんちゃん。はい。実はね、うん、宮下からの指令によりますと、エンディングに書いてあったんですが、はい、なんとこのボール、はい、なんとリンゴルフボール第1弾としてやろうかなっていう。なるほど。それで選んでほしいっていうやつだったんですけど、はいはいはい、まあまあでも本当に、まあ、まだその提案段階というか、こうにしようかな、あれにしようかなの1個目。なるほどね。なんかこうグッズとしてね、そう取り出す第1弾として、まずはボールを作ってみようというので、サンプルですね。サンプルです。パターンあったから、まあ、どうだった？まあ、ちょっと今日私のショットも何とも言えないから何とも評価しづらいんですけど、まあ、中山軽めだよね、うん、両方？両方、うん、どちらかというと、こっからちょっと普通のボールって聞く。あ、そうだね。そしたらまた分かるじゃん。うんうんうん。で、私もなんか軽いかな、特にこのグレー、うん、そうだね、グレーの当たった時の音がなんか、うん、軽い、ね、っていうよりなんかポカン、うんうんうん、でもなんか距離は別にそんな変わんないかな。変わんないかな、うんうんうん、変わってんのかな。でもなんか朝一は初速速く感じた。そうだね、うん、で、まあ、実際せーので、せーので選べって書いてある。せーの、青だね。うん、私も なんかだよ。なんか青だね。でもちょっと正直わからん。だけどなんか青な気がする。私もなんか青な気がする。打感、うん、とかね、うん、でまあどうなるんだろうねっていう、うん、まあここから先はまあうちのお兄ちゃん判断もあるし。そうだね。まああとは任せましょう、うん、ちょっとでも本当に分かんない、うん、分かんないです本当に。まあ今あの本当に提案段階というか、うん、本当に分かんないんで、ね、うん、皆様もし発売されたらぜひ打ってみてください。打ってみてください。YouTube のこれ小さくなってYouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。